ちは、谷岡エマです。谷岡エリです。今からこの後イベントがあるので、今からイベントメイクをしたいと思います。思います。あとちなみにエマがメイクしてない版で、エリがしてて、で今からエリのメイクをエマにしようと思います。しかもダトレーナーたまたま一緒やってんけど、やばくない？見て、丸にめくる D のちょっと刺繍バージョンと最新版ビントバージョンってことで、用意スタート。チャーンチカチカチャーンチ。まず今エリとかは、エリ私は基本あんま下地とか塗らんと。じゃん、最近のお気に入りはこれです。ミルクタッチのファンデーション使ってます。これめっちゃいいや。しかもエリたちのイニシャル E、これはあの白玉点滴の成分が入ってるから美白効果もあって、もう今まで使った中で一番白くなる、白くなる、あと違和感なくナチュラルに仕上げてくれるから。こんな感じです。これめっちゃ良かったよな。これをちょっとエマに塗りたいと思います。ちょっとピン止めない？ピン止めします。おギャルのようなピン止めなんでこれチョイスすんのかが、なんか一回半分でやってみて、どんだけ変化があるか。うん、眉毛ない？ヤンキー、ヤンキーやん。めっちゃこれが、このパフ結構しっかりつく感じ。これだけでも十分白くなる。ちょっとな、カメラの加工もあるから分かりづらいかも。さっき、あ、熱ぶって見てない、いくで。待って、全然違うやん。え、ほら、ちょっとここニキビできてるけど、仕上げ的にはすっごいナチュラルやね。やばいんやけど。こんだけ顔が変わります全部やっていってください、自分で。大きい、あ、エリも今日は安定にミルクタッチやから、なんかたまにいるやん、ここだけ真っ白で。そうそう、あの、それ気をつけなあかん、これ気をつけなあかんやん。すごい密着度が、うんうんうん、細かくしなくても隠れちゃうぐらい、うんうんうん、全然これ1個で十分。はい、じゃん、できました。ほんまに白玉肌です。すごい、ワントン以上上がる。そうそう、ワントン以上上がる。とにかく、とにかくあの韓国アイドルみたいに白くなりたいって人、これめちゃくちゃおすすめです。じゃん、はい。そして続いてはアイシャドウ ディリオン、これです。これのラメがめっちゃ綺麗。このディリオンのこれ2つをセットやな、クリスマスコフレ。そうそうそう、これを使っていきたいと思います。エマ、このキラキラ、わかる？これおぉ、ディジオンはラメがめちゃくちゃ綺麗、細かくて綺麗よ。うん、ほら、難しい難しい。まあとにかく目にやっていきます。こんな感じなんで、でも結構これはラメが綺麗やから、まずアイホール全体に先にこのラメの方を塗っていきます。ね、つぶって、見つめてな。あー、ほらもう綺麗、ほんまに綺麗。このラメちょっとアップにします。うわ、え、やばいでしょ、やばいでしょ、これいい。こんな感じでラメがピカピカピカって光ってて、これほらほら、めっちゃ綺麗よな、このラメ。じゃーん、次はこれをあのアイホールさっきの上から塗っていきます。やっぱイベントやからメイクを派手にした方がいい、いいよ。あの、この前のイベントの時、写真ママに送った今の目だけしじみみたいに小さくて。いや違う、あの、やっぱり撮影場所とかってあの光が強いから全部飛んじゃうねん。そう、でもううっすうす見えんねん、目も全部飛んじゃう。そう、いかに濃くするかやねんな。わお、綺麗、うん、綺麗。こっからでもすっごい綺麗。へえ、なんか大人っぽいよな。ラメめっちゃ綺麗くなって、オレンジがこんな感じです。めっちゃ綺麗よな。ちょっと目尻までこう伸ばしちゃったりしても可愛い。ほら、こうやってめっちゃ可愛いわ。じゃん、これさっきのこのこれを次は涙袋のところにちょ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 んって置いて塗ったらめちゃくちゃ可愛くなる。塗ってみます。ここ？そう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 。あ、ほんまや、綺麗。ちょっと手で伸ばして、アイシャドウはこんな感じになります。次はアイライン。アイライン自分で引きたいな。アイラインは絶対自分の方がいい。これです。これ超描きやすい。このアイラインじゃないと絵たちは引けません。はい、アイライン人に引くってほんまにすごいよな。なんか喋って、
あか、今喋れへん。ほんまにアイライン出るときで絶対喋れへん。ちょっと今日は最後にカラコンデビューもしてみようと思います。このゆうこさんプロデュースのカラコン Choose Me、 これめっちゃ可愛い。最新の色が可愛いんで、これもちょっと後で紹介します。こんな感じで細いラインも全部がめっちゃ綺麗にいけます。あ、下、伏せた感じがいい、うん、ちょっと今日は長めにしてみます。で、エイたち今一番大切にしてることは何やと思う？まつげでございます。まず、さっき眉毛描いていい？これはセルフォークで、セルフォークでございます。あの、もうこれは良すぎてリピートしてます。セルフォークの中身がオレンジと茶色。そう、これは一番こうし、なんかナチュラルに仕上げてくれるから、うん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 、どんな眉毛にも合いやすい。こんな感じで眉毛進めていきます。入ってきました。続いてはじゃん、これはコーティング剤です。このコーティング剤がもう欠かせません。じゃあ今からコーティング剤をまつエクにつけていきたいと思います。もうこれのポイントは結構多めにつけること。下向いててな。あ、結構つける。こわじゃん。そしてこれに欠かせないのがピンセットです。薬局に売ってるピンセットであれば何でもいいんですけど、これで束にしていきます。一個丁寧に、そう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 、できました。ほら、束替えになってるよな。ちょっと先端の部分だけにちょんちょんちょんってマスカラを塗ります。シャネルのマスカラはめっちゃ伸びがいいんで、さらに長くしていきます。全然違う、伸びめっちゃ良くない、うん、すごい。じゃブラシがゴムやねんな。こんな感じになってます。すごい、あの細かい細い毛までな、うん、ちゃんとついて伸びてくれるんですよ、これは。あ、だんだんバチバチになってきた。マスカラ、前へいけた、眉毛いけた、あ、完成。あと最後ハイライト、このヒンスのこのハイライトはめちゃめちゃいいです。あのね、ラメラメになるし、Tゾーンを塗ります。ここの頬骨、ね、うん、が一目高くするように、あとちょっと影になりやすい部分とか、ここそこと、結構影になりやすい。でもここね、目頭、でも今ちょっとね、ここもくぼみやすいよな、うん、くぼみとここ。できました。で、最近たちがちょっぴりハマってるのがカラーコンタクト。じゃーん、このコンタクトちょっとな、シュガーグレージなんですけど、このまあでもどっちかというと緑っぽいかな。ちょっとこれをつけてみます。はい、で UV カットらしい。ちょっとナチュラルすぎるわけではないけども、でも派手すぎずイベントとかにはぴったしかなと思う。普段使いにもいいと思う。なんか物足りなさを感じる人はこれがいいかもしれん。こんな感じになります。あ、見て、え、すっごい綺麗。今見て、ほら見てな、カメラ見てな、ほら、こんな感じになります。なんかね、自然ナチュラル、グリーンではなくなんかちょっとグレー。今からチャールズキーのイベントに行ってきます。まつげもバッチリ、はい、エリーにメイクしてもらったから一緒な感じ。以上、完成。バイバーイ。